紹介したいと思います。はい、ではですね、材料紹介いってみたいと思います。まずですね、今回の主役ですね、コンビーフ、メジャーさんのコンビーフ、であと調味料類ですね、バター3倍濃縮のめんつゆです。バター 10g と、3倍濃縮のめんつゆ、まあ小さじ2から大さじ1ぐらいですね、適量ですね。あと黒胡椒、あとわさびですね、あと小ネギ、これは今切ったパックのものを用意してますけど、自分で、長ネギを切ったものとか小ネギを切ったものでも大丈夫です。あと温かいご飯、これはもう軽く、茶碗一杯ぐらいですね。はい、以上の食材でやっていきます。まずですね、今回はですね、これは切っちゃってあるんで、何も切るものはないんですけども、もう本当に簡単にお手軽に、お腹が減った時にね、すぐできる超簡単レシピ。まずですね、この明治屋さんのコンビーフ、なんとですね、他のコンビーフにない特徴があるんですよ。これね、このカップのまま温められるんですね。電子レンジにかけられるんです、まあ、どうやってやるのかというと、蓋外すとこう シートになってるんで、でこいつね、外すんですね。コンビーフがね、たっぷり詰まってるんですけども、こいつをですね、このままですよ、電子レンジにかけることができます。20秒から30秒、まあ、今回はね、コンビーフ温かくてもいいので、まあ、30秒ぐらいかけましょうか。このまま温められるんです、ね、これはですね、コンビーフのパッケージの中で唯一メイチャーさんのが温められます。ぜひメイチャーさんのコンビーフでやってみてください。20秒から30秒。この油の部分がね、とろけてるんですよ。冷たいまんまでも、まあ、できなくはないんですけども、温まるとですね、より一層美味しくなりますので、ぜひ温めてから、これですね、やっていただきたいなっていうふうに思います。今回はですね、このコンビーフの半分使います。はい、温まってるので、もうね、結構ね、ほぐしやすくなってます、こんな感じに。はい、冷たいとね、ほぐしにくくなっちゃうの でもう半分はですね、パートナーとね、食べていただいたり、パートナーにね。コンビーフはね、こんな感じでね、盛り付けられました。まあ、じゃあまずバターいきましょうか。バターはね、5g、小ネギです。小ネギはね、たっぷりめの方がね、美味しいです。こんな感じで、で、黒胡椒、パラパラ、わさびですね、まあ、適量ですね。好きな方は結構乗せちゃって大丈夫です。僕は仕上げにですね、こうめんつゆですね、3倍濃縮のめんつゆ、こちらですね、これはね、好みです。濃い味が好きな方はもうちょっとかけても大丈夫です。こんな感じで、調理時間何分2分ですか、これ。これですね、わさびバターコンビーフ丼の完成でございます。ということでですね、できましたので、食べていきたいと思います。いただきます。じゃあ食べていきたいと思います。このコンビーフの溶けたバターをすくいながら、これです。いただきます。とにかくこれうまい。基本的な味はコンビーフなんですよ。バターとわさびと、あと黒胡椒もかかってるんですけども、これがですね、コンビーフのですね、味をね、すごく引き立てるんですね。あと周りに散らばめたこのネギ、食感的にすごくいいのでですね、ぜひこれはね、入れていただければなっていうふうに思います。うん、最高だから。僕、まあ、コンビーフはね、ものすごいよく食べるんですよ。僕は好きだし、保存効くんでね、買い置きしといて何もない時コンビーフ使うんですよ。スーパーが閉まった時とかすごい重宝するんですね。コンビーフを丼にするっていうのがあんまり皆さんやったことないんじゃないかなっていうふうに思いますので、家にある調味料だけで、できてしまうので、やっぱ、ね、バターとわさびとね、コンビーフの魅力、こんなに合うんだっていうマリアージュをね、感じていただきたいですね、本当に。で、メジャーさんのコンビーフはね、味的にアレンジしやすいんです。すごく他のコンビーフと比べて味がね、そんな強くないんですよ。締めで作るって言ったのに、めっちゃ飲んじゃいましたね。こちらのわさび豚コンビーフ丼、これ、ね、温めたコンビーフでぜひやってください。で、とろけたバターとわさびのうまさをね、ぜひ実感していただきたい。皆さんぜひやってみてください。皆さん、今日の動画いかがでしたでしょうか。こちらのですね、メイチャーさんのコンビーフ、僕は冒頭で食べてたね、プレミアムコンビーフ、これですね、全国のスーパー、コンビニ、もしくはですね、インターネットでもご購入いただくことができますので、ぜひですね、
これちょっと食べてみたいなとか使ってみたいなって思った方はぜひこの概要欄に URL 載せますので、ぜひそちらをチェックしていただきたいと思います。